1997年にダブルダッチと出会って、まあ、渋谷代々木公園でこう始めて2008年9年ぐらいまで現役でやってたんですけど、まあ、そこからは業界のプロデュースだったりとか、まあ、普及発展に努めてます。まず他の競技と違って一人ではできないっていうところがなんか長所でもあり短所でもあると思うんですけど、なんか僕はこうみんなでやる何かを作り上げるクリエイトするっていうのがすごくこう楽しくて、うん、そこが僕はすごく魅力なんじゃないかなと思います。やっぱり渋谷のど真ん中でこうイベントを開催できるっていうことが多分ストリート業界ではほぼ初めてに近いようなことだと思うので、単純にコンペティションだけではなくてワークショップとか海外勢もいっぱい来てこういろんなジャンルがこうやるので、もちろん自分がやってる競技に愛を持ってやるのはすごく、ね、大事なことですし、まずそれがないと何も始まらないと思うんですけど、やっぱり近くにはすごくいろんなカルチャーがあって、うん、そこに仲間を作ったりとかこう他のものから何かインスピレーションを受けて自分のこう競技に反映させていくとかっていうのはすごくこう大事なことですし、ただ技術だけじゃなくてファッションもそうですし音楽もそうですし、なんかそういうものをもっともっとこう吸収していって新しいものを作っていければいいんじゃないかなと思います。